この場所は東京からだと7、8時間、大阪空港からでも2時間、3時間かかる奈良の山あいの中です。周りも山だけで人の数も少ないです。家の数も少ないですね。GTR のレストアを主に、まあ、専門でやってるガレージ吉田の吉田です。工場としては主にこの下のフロアで車両のまあ分解整備からエンジンとかの作業で、上の倉庫のスペースでペイント板金で、外のスペースでブラストっていう感じで、まあ作業ごとにある程度プラントを分けてるような感じで作業してます。だいたい30台ぐらいは常時今のところありますね、はい。一番最初はもうまあ本当に資格を持ってたんで日産ディーラーに入って、まあずっともう本当にいつからかわからないぐらい昔から日産車、まあ、GTR が特に好きだったんで、まあ、行くならば車のメーカーではもう日産だと思ってて、日産ディーラーに入ったんですけど、まあ、入って衝撃を受けたのは日本のディーラーで、なんて行く時に僕は GTR の全てが分かるのは作った日産自動車だっていう、まあ、当然の印象で日産自動車に入ったんですけども、日産ディーラーではエンジンを開けてないってことが一番入ってからの衝撃だったんですね。僕にとってはその時エンジンっていうのはやっぱり車の心臓部なんで、そこが触れることもできないし学ぶこともできないならここにいても仕方がないかなっていうのですぐ退社しましたね。当時まだまだチューニングカーブームっていうのがあって、みんなこう800馬力だ1000馬力だっていうので、サーキットもどこどこサーキットのラップタイムが何秒だっていうのが盛んになってて、でまあ僕も当然 GTR が好きなんで走らせるのが好きで、自分自身で組んだエンジンでサーキットに行って走ったりとかしていくうちに、やっぱり若かった頃分からなかったことにいろいろ気づいていくんですけど、その中で例えばエンジンであればもうエンジンに人生を捧げた人がやっぱりエンジンに長けてますし、足のセッティングなら足のセッティング、コンピューターならコンピューター、まあもちろん板金塗装なら板金塗装、一つの分野に人生を捧げるぐらい時間をかけてやっと完成されていくんだなって思うのに気づいて、じゃあ今自分はどこに全てをかけるんだってなった時に、どれか一点ではやっぱり車として完成しないっていうのもあって、でまあその流れもあったんで、 GTR だけをやってるんなら GTR の全部をやったらいいんじゃないかなっていうので、バラスっていうところでも、まあそうですね、ドン柄俗に言うもストックボディの状態までバラしてから組み上げる、だからまあ内装もやれば板金も塗装もやるしエンジンもやるっていうので、まあ車1台全てに関われるのがいいんじゃないかなと思ってやり始めましたね。特化したというか、はい。そうですね、まあ以前から継続してやってるのは本当にストックの状態にしてから組み直すっていうことで、今うちの工場で言うと、そうですね、数が少ないオーテックバージョン2台をレストアを開始しているところと、でマインズさんの R34を、まあ、フルレストアということで、それのうちはボディ担当でさせてもらってます。あとは、BBL マインズの3人もいよいよペイントが上がってきて組み上げていくっていう最中ですね。今はこちらが今製作中の、R33 オーテックバージョンなんですけど、車をまあドン柄までバラしてから作りますんで、せっかくまあ全部のパーツを外すんで、そういったところもきれいにペイントっていうので、通常塗らない車の裏側底回りまで全てにおいてペイントして組んでます。でそこにつけるパーツに関しても、まあ、ネジの1本までこだわって、足回りのパーツもほぼほぼパウダーコートで全車仕上げてるっていう状態ですね、はい。で同じ方向性で BBL マインズの車も3人の方も作業しますけども、こちらはまだ車の特性上中古車として市場に出す必要があるんで、全てのパーツをさらにもできないですし、コストを優先して手を入れれない部分っていうのももちろん残ってくるんですけど、BBL マインズ R32 の方は、まあ、手に入るパーツ全て作業できる箇所に関しては全て手を入れて仕上げる予定です。こちらが R34 マインズのデモカーになります。で今現在まあ部品がついてないんですけども、今後はアコの部分一部分になってますけども、ボディの悪い塗装はもう全部灰で、その後にさらにペイントして仕上げるんですけども、先ほども言ったようにあまり重量増にならないように、極力軽量でかつまあ綺麗に長く保てるようにっていう感じを意識してレストアしていきます。車の下回りについてるステーなんですけども、うちの方では一つ一つバラして剥離してからメッキをかけてるんですけども、まあ
純正ノーマルよりも高寿命で、かつあの、まあ、美観も極力損なわないような感じで意識してやってるんですけど、これがまあ車全体でいくと何百っていう状態あるんですけども、それもまあ全て行うっていう状態で、まあ正直特殊な飛び道具はないです。ただいかにまめに全てやるか、みんなが手を抜きたいところを抜かないかっていうところですかね、うちの特色っていうと。グレーとコーンの3人の2台はもう本当にうちのカラーというか、そうですね、純正ノーマルメーカーから出てきたものっていうのを意識しない、オーナーさんの好みでやったり僕がやりたかったことっていうのを積み込んだ車だと思います。紺色の方はまあこの色もそうですけど、両者とももう本当に車を全部ソリッドの、あのストックボディの状態までばらして組み上げてますけども、全てまあ補強を入れるにしても、そうですね、サーキットを走るんじゃない、ただ街乗りでは快適にっていう意味での補強であったり、あのカラーもそうですし、インテリアとかもまあ GTR ならこうあるべきだってことにこだわらなくていいんじゃないのかなっていうので、まあこちらのコーンの車は特にあの赤いレザーを使ってると思うんで、とステッチとかも特徴的に入れてると思うんですけども、本当にまああの見たことないGTR が作れればいいんじゃないかなという一個提案ですね。こちらはあえて派手にしたのはそういった意味もあります。もう今はなくなられたんですけど、日産から出られて開発者の、 あの桜井さんが作られた会社の S&S っていうところのリミテッド車両になるんですけど、それのさらにプロトタイプで S&S リミテッドの0号車なんですよ。で、何が特殊かっていうと、日産純正パーツでオートマなんですね。で、当時は32R でもオートマを作ろうっていう企画があったよう でプロトを作ったんですけども、やっぱりまああまりにもコストが見合わないっていうことで、でまあそのまま量産されることなくっていうプロト車両だったんですけど、エンジンも一通り手を入れたんで HKS の 2.8 リッターキットに当時一番新しく出た GT3SS タービンで、そうですね、カムも V カムを使って、とりあえずこれができた当時のまあ基本、まあそうですね、トレンドというか RB26 の当時の最高の僕は進化系だと思います。尖った部分がなく乗りやすいけど引き出しやすいパワーがあるという感じで、でまあ足回りもそうですけど、 35GTR のブレーキはまあもちろん、なんていうんでしょう、ビジュアル面もやっぱり大きなブレーキキャリパーというかっこよさもあるし、 35GTR で使われてるっていうパーツを使うことでユーザーさんの安心感もすごくあるんで、そういった意味でまあいろんなユーザーさんからこれはいいねって言ってもらえる共感を得たい車として作ったっていう分ですね。始めた時のきっかけというか、先ほども言ってたポイント自身が、僕があのまあ映画なり何なりっていうところから見た車、見た映画とかでやっぱり影響を受けて、その影響でもってこんなことしたいと思って始めたことなんで、今後やっぱり僕がやったものに対して誰かが影響を受けるっていう直接もいいです。その僕から影響を受けた人が作った車がまた多くの人に影響を与える、やっぱり何かこうつながっていく、引き継いでいく、そうですね、そういった感じで与えられた影響を僕自身も与えたいなと思います。で、より多くの人間にっていう意味で言うと、やっぱり世界中のユーザーにあのこんなことを日本でやってるやつがいるんだっていうのを知ってもらいたいですし、その中の誰か一人でも あれかっこいいな、俺もあんな風にしようと思って車を触ってくれたんなら、もう本当に本望だなと思います。